こんにちは、平田真希子です。今日は右手と左手をどのように、平均化するかという練習をちょっとしたいと思います。今日はエクササイズバージョン、そして、次のシリーズで、曲にどういうふうにこれを応用していくかということをやっていきたいと思います。右手と左手は違って、みんな違ってみんないいんですけど、技術的には同じことができるようにしたいということですね。で、まずじゃあ耳を使って同じことができているかチェックする方法ですね。こういうことしてます。同じボリュームか、同じ、なんて言うんだろう、音の粒が揃っているか、それからドゥ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 
何も知らない人が聞いたら右手と左手の違いがわからないぐらいでやりたいですね。鍵盤というのは低くなればなるほど重くなっているんですね。ですからこういう練習もします。聞いてることに本当に正直になって、きちんとこう審査ができるようにということですね。次に今度は視覚で、右手と左手が同じことをしているかっていうのを確かめたいと思います。私の場合なんですけど、左手の方が、ちょっとリズムのノリが悪いっていうのをよく気がつきます。でこれは動き方が、ちょっととろいんですね。でだから動きを同じにすることによってこれが少しこう平均化できるということでこういうことをやります。これはウォームアップのビデオでもやったんですけれども、レの音でこうピアノというのは線対称になりますね。だからこれを利用して同じ指使いでこう反対側に動いていく。例えば半音階で、この時に指の高さ、上げて下ろす時の指の高さが同じかとか、それから鍵盤っていうのはもちろん、端で弾けば弾くほどコントロールが簡単になる。でこの時に同じような位置で弾けているかとか、きちんと手のバランスが指の上に乗っかっているかとか、そういうことを見ながらチェックしています。でそれで指に集中しているんですけれども、忘れてはいけないのが、背中から弾いているということ、それから息を忘れない息を詰めて練習していると体のどこかに必ず緊張が入っているんですね。でこれをなくしたい。それから息をすることによってやっぱりこうなんていうんだろう、観点が正しくなる。あまり一つのことに集中してしまうと他のことがおろそかになってしまう。息を正常にすることによってこれが結構バランスが取れるから、いきます。で視覚がいいなと思ったら、今度はちょっと目を閉じてみて、聞いている情報、聞こえてくる情報とか、あとそれから体の触感ですね。体の感覚で手のバランスが取れているかとか、緊張が入っていないかとか、変な緊張が、力ですね。だんだんこう度数を増やしていってるんですね。それでやっぱり右手と左手が同じ感覚、そして見た感じも同じ動きをしているように、で開
いけば開くほど、この背筋から背中の筋肉から引いているように、なんかこう翼を広げているような感じで、そして長い指、こう指の腹で鍵盤を味わうような感覚、でこういうことをして平均化を練習します。どうだったでしょうか。ぜひ私の YouTube チャンネルに登録してください。そして、質問とかリクエストとかコメントなどございましたら、コメントのセクションに下に、書いてみてください。できるだけたくさんの方のご要望にお答えできれば嬉しいなというふうに思っています。それではまた。